皆さん、ハコンマンチャーです。パパシです。今日はバラバラにしていっております。ミラジーノさんのですね、サイドミラーを撮っていきたいと思います。どうしたんですか？めっちゃ泣いてる。めっちゃ泣いてるわ。さきちゃんも頑張って負けんように声出していきます。お願いします。よいしょ。ミラーはここのカバーは、はい、内張りの時に説明してんねんけど、そうですね、こう爪がな、うん、こういう感じで引っかかってねんな。で下向きにね、日が上がってるのが分かってたから、うん、こう取ろう思ったら割れて上がな、うん、だから上から、うん、どういくのが正解なの、なんていうの、こうベロってこう絶妙な、うん、ベロっとこっちを上を、うん、なんていうかな、こうしならしたらこっちがこう上に上がるやんか、うんうん、だからグッとして、うん、この真ん中をポチンと抜いた。ああ、そういうことね、うん、上さえ外れれば上をベロッとこう、なんていうの、はい、ちょっとしならしてここパンってやってめくる、うん、で下は引っかかるから、はい、ポッとこう、まあまあ普通に上にちょっと上げ て、その時は見えるから、はい、だから下から行ったら割れるな。そういうことね、うんうん、それはちょっとその動画見てもらったら分かると思う。うん、もう結構ね、振り方もやってる。でミラー、うんうん、を外していくねんけど、はい、まあ、輪郭で、うん、このベロッとめくってもったら、はい、ここに、うん、ここでこいつは、うん、この側じゃなくてこのその下中側、okay. うんうん、こういう感じでこいつが止めがあるから、はい、まだ止めもなこの裏からどっちかな、ちょっと待ってな、うん、ちょっと待ってこっちじゃないな、こっちやな、あちょっと待って、はい、こっちとこっちにあるんか、うん、上下みたいな感じですね。一番いいのはもうこの裏からやってくれたらいいんだけど、はい、ちょっともう時間の都合、はい、うん、取れた、うん、伸ばしてもうてもちょっとこう、はい、ほんまはここにこうちょっと入ったら浮くようになってんね、うん、で反対側もポンとしたら浮くようになってんねんけど、はい、うんうんうん、うん、まあこれは裏からお母さんでもって入れた方がベスト、はい、万が一ここがつけへんなったら、はい、ここにテープでもバチッと貼って、ああそれでいいや、うんうん、あ止まればいいからね、うん、あとはもう裏、はい、1ミリ2本かな、3本、ここもちょっとマスキングで、はい、しとけへんかったらこの中にネジが落ちるわ、あー大変やね、うん、このドアの中に入っちゃうと、うんうん、つけるときは、取るとき、まあ、そうやな、入れるときもやっぱりマスキングだもんな、うん、うわー怖い、うん、こういう感じでやっぱり落ちるから、はい、このマスキング巻いた方がいいわ、そうですね、うん、ここ見てほら、はい、うん、引っかかり、あ、ほんまや、電気やった方がいいな、うん、たらーん、引っかかり、これですね、こいつも、結構割れると思う、うん、だからこいつをグッと押さえながら、うん、で、外側をちょっと回ってくれる、うこうそのバイザーがバイザーが当たるから、うんうん、おお、あ取れたー、だからちょっとこれこういうやつで、ここはい、ここを軽く軽くしならしてもらって、うん、はははは、押すんじゃなくてしならすという感じや、引っかかってるだけやからね、でもガラスを上げといたら、うん、こっち側に、うん、でガラスない場合はもう下抜いて下抜いてこうかわすような感じ、うん、まあ、とりあえずバイザー注意ですね、はい、はい、はい、抜いてもらって、うん、これちょっとゴム巻いてるからちょっと、うん、弾力あるけど、うん、あんまり個人方がいいな、うん、まあ、つけるときはまあ逆で、うん、さっきここ、うん、下合わせて入れながら、
ファイザーをかわしながら。かわして。はい。入るかな。でこいつな。こいつがここにある。ああ、この丸いの、うん。で、まだ下にもあるわ。ここにも。ああ、そういうことね。うんうん、この2箇所がうまいこと入れへんかったらあかんから、やっぱりガラスは、うん、開けといた方がいいね。開けて横から入れてもらって。うん。で、上と下を合わせてもらってから、うんうん、パチッと、うんうんうん、パチッとでパチッと入ってもらったら、はい、もう手離し持ちいいから、あ、もうこの爪が、うん、で、やっぱり、はい、これだったら落ちるから、やっぱりマスキングをここに貼って、うん、グッとして、うん、取れへんようにね、あとはまあ配線忘れてで、はい、言うの忘れたけど、内張り外さんとあかんから、うん、内張り動画はまた別で出してるから、はい、そうですね。そちらをご参考にお願いします。まあ、反対もちょっと。はーい。あ、窓開いてないわ。一回はちょっと反対は窓を。はい。閉めたまま。うん、やっぱりもう裏から絶対押してもたわよ。あ、伸びた。うん。うん、これ全部外さなあかんもんな、うん、そうそう、うん、それも、まあ、配線止めのピンを外してもらって、うんうん、カプラーですね、抜いてもらって、でこういうのマスキングつけてもらって、はい、先っぽにねピッてつけるだけ、うん、緩めてからつけた方がいい意味なくなるな、うんうん、ストーミニ参加者です。だからつけるときはこうマスキングについた状態でつけたら、うん、落ちひんから、うんうんうん、それ便利ですよね、うん、で、さっきのね引っかかってるうちのピンですね、ちょっと外して、今回はまだ閉まってるバージョン、うん、うんうん、ちょっとグラグラっと、お、うん、だから、はい、この内側の爪をやってもって、うん、まずこの上を浮かさなきゃ、うんうんうん、上を浮かしたらこっちに、うん、ずらせれるからね、ちょっとずらせるから、はい、うん、で窓閉まっとっても、ああ取れる、うん、つける時も逆やね、はい、さっきこの下を入れてもって、うん、ちょっとかわしても、あ、かわしてもってから下を先入れてやね、うん、で上と真ん中は同時みたいな、はい、おーおーで、配線抜いてもらって、うん、取れた、いい感じ、まあここだけですね、ほんとバイザーだけ、うん、注意すべき点は、まあバイザーも、うん、ちょっとしなるから、うん、まあ、すぐパキッとはいかないでしょうけど、みんな注意して、だからあのさっき左の右のカバー、うん、動画ではまずしてて、うん、こっちはこっち、はい、こっちは、うん、これでピン抜き、はい、ギュッとこじって、はい、上をグッと効かした状態で、うん、パンって抜いたら、うん、ここは引っかかったけど、はい、こいつ外れて割れへんかった、うん、で左は割れてないんやった、右は、うん、割れてしまった、やっぱテンションそうやね、ちょっとかけたら多分こうこうなってる爪がこう浮くと思う、うん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 、で外れやすくなる、そうやね、下から常識的に言うと上げたら取れるんかなと思ったけど逆や、ね、こっち上からこっち逆でしたね、まあこんな感じかな、あそこの2点ですね、さっきのところは内張り内張り剥がしのところでやってるので、そこはもうめちゃくちゃ注意して一緒にやってみてください、だから左もあれやで、内張り外さなかった、そうやね、両方ともね、でまああ
とは内張り剥がしていってもらってからバイザーに気をつけて、うん、これ自体は取るに簡単ですね。遠見り3本でカプラーなんで、うん、まあよかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ね、いいねとチャンネル登録